CFP フランはニューカレドニア、ウォリスフツナ、フランス領ポリネシアの通貨であるパシフィックフランとも呼ばれる0.00838ユーロと等価であり通貨コードは XPF 通用地域はいずれもフランス領である海外通貨発行機関で発行されている CFA フランと同じく1945年12月に創設されたこれは 第二次世界大戦の影響及び、ブレトンウッズ協定によるフランス・フランの価値の低下によるものである。第二次世界大戦中のフランス領太平洋地域は、アメリカ合衆国の影響が大きかったこともあり、ドルとの固定合わせ相場で設定された。1949年9月には、フランス・フランとの固定相場となった。このうち、ニューヘブリティーズ諸島は1969年に、 CFP フランを離脱し、オーストラリアドルとの固定相場のニューヘブリティーズフランに移行した。CFP フランもユーロとの固定相場に移行した。CFP フランは1945年制定時には、フランデコロニーズフランセーズジュパシフィックの略だったが、後にコミュノーテフェノンシエアジュパシフィック、チェンジフランパシフィックなどの略とされている場合もあり、公式の故障は存在しない。 91万紙幣海外通貨発行期間は1965年からニューヘブリティーズ諸島にて、その後1969年にニューカレドニア、フランス領ポリネシアにて紙幣を発行開始した。1985年にはニューカレドニア、フランス領ポリネシア共通の1万 CFP フラン紙幣が発行され、その後1992年から1996年の 間に500フラン、1000フラン、5000フランの紙幣が太平洋地域のフランス領を共通紙幣として発行された。デザインは1969年から2014年まで全体的には変更なし。片面はニューカレドニアの風景と歴史的人物が描かれ、もう片面にはフランス領ポリネシアの風景と人物が描かれている。2014年に 紙幣のデザインが変更されている。ありがとうございます。